今年もいよいよこの季節がやってまいりました。何日か前の天気予報でもしかしたら雪じゃないかみたいなね話があったんですけど、この快晴でございます。いえいえい。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まあこれ毎年僕がここでね始まる前に司会をちょっとさせていただいてから始めるんですけど、毎年これ聞いてるんですけど、今回初めて来たぞっていう方どれくらいいるましょうかね。あ、結構多いですね。あ、結構いますね。はい、じゃあ2回目だぞという方いらっしゃいますか。あ、なるほど。じゃあ3回目の方。あ、じゃあ4回以上だぞという方。あ、いいですね。このベテランでいますね。じゃあもうちょっとじゃあ場所を聞いてみましょう。足利から来たぞという方。はい、いいですね。地元民頑張っていきましょう。大声コンクール。そしたらこの辺だとどこですかね。桐生から来たぞという方いらっしゃいますか。お、いらっしゃいました。お一人ぜひ桐生勢頑張っていただきて、はい。ではお隣太田市からお越しの方とかいらっしゃいますかね。あ、いらっしゃいました。お一人頑張ってください。佐野の方からお越しの方、あ、いらっしゃいました。お一人、あ、お二人、あ、いらっしゃいますね。さ、佐野店の皆さん頑張っていきましょう。あと館林の方、あ、いらっしゃらない。なるほど。じゃあ一番遠いと先ほど英語が聞こえてきたんですけれども、I think I heard English, that's right. Oh, where are you from? America. America. Yeah, yeah. こうまさかの日米対決がね、繰り広げられることになるとは。ぜひ負けないでね、皆さん頑張ってまいりましょう。じゃあ初めての方もいらっしゃるということで、毎年恒例なんですが、軽くお寺の紹介をさせていただいてから先に進みたいと思います。この門かつ寺と書いて西勝寺と言います。で、先ほどね、大岩さん毘沙門天と言ったように、ご本尊様が毘沙門天という神様になります。で、ここのお寺開かれたのがですね、西暦でいうと745年です。ということは泣くよ鶯より前なので、奈良時代に開かれたお寺になります。で、その当時はですね、都奈良でございます。ということは関東の方はですね、土田舎でございます。で、しかもここから北の方はですね、まだ蝦夷といって、まだ日本じゃなかった、まだ大和の国じゃなかったんですね。で、当時、この辺りまだ人々の生活はね、竪穴式住居だったんですって、奈良時代でも。で、まあ、疫病が流行ったり貧困がひどかったりするという地域をですね、なんとか仏教の力で救ってもらいたいということで、毘沙門天をここに祀ったと。で、毘沙門天ってお一人で祀られると毘沙門天って言うんですけど、実は仏教の世界に四天王っていうのがいるんですね。東西南北を守るガードマンがいるんですけど、毘沙門天その北を守っています。なので当時日本の最北端にですね、北の方角の守り神をお祭りして、この国を守ってくださいということで始まったお寺がこのお寺になります。ですので関東地方ね、毘沙門天お祭りしているお寺たくさんあるんですが、ここが関東で一番古い毘沙門さんをお祭りしています。また日本三大毘沙門天といってですね、京都に鞍馬山という山があります。牛若丸とね、天狗の話で有名なとこなんですけど、あそこが一つ。それから奈良に聖徳太子ゆかりの信義山というお寺があります。で、足利の大岩山、これでもって日本三大毘沙門天と言って、そのうちの一つがね、このお寺になります。もうぼちぼち眠くなってくるようなところなんで、ちょっと巻いていきたいと思いますけれども、この芥川祭りでございます。で、皆さんね、インターネットとか、あとは噂とかですね、でご存知のことかと思うんですが、ここ今山の大岩山の麓になります。で、頂上付近に本堂があります。そこまで歩いていくときにですね、バカ野郎をはじめ思い思いの悪口を言って1年間のですね、鬱憤を晴らしてから、綺麗になってから新年を迎えようというお祭りでございます。じゃあなんでこんなね不思議なお守り始まったんかって話なんですけど、実は歴史は深くてですね、
始まったのは江戸時代になります。なので300年ぐらい歴史があるんですけれども、最初じゃなんでこんなの始まったのかというと、当時疫病が流行るようななかなかひどい時代だったそうなんです。でそんなね、悪夢のような状況を架空の動物でバクっているじゃないですか、あの夢を食べるあれなんですけど、あれに食べてもらおうということで、最初バク様バク様と言ってたのがですね、だんだん口悪くなって、バク野郎バク野郎がバカ野郎になったというのが小説あるんですけど、その説の一つではなんかそういうことらしくてですね、なので皆さんもあの1年たまった鬱憤とですね、薬をそれでバクに食べてもらって、まあ、薬落としをして、でちょうど今11時ここ出発して、上に着くのがちょうど日付が変わる頃になります。でそうしますと1年間のね、そういった汚れを落としてきれいな状態で初詣をしようというようなお祭りになっております。じゃあもうこれでスタートをしていいような状況ですね。ではいくつかね、その事前に、やかましい声なのかというのを測ります。で毎年100本を超えてくると上位入賞かなっていう感じなんですけど、その100本がどれくらいでかいかというと、車のクラクションと同じくらいでかいらしいんですね。なんでその上位入賞勢をですね、ぜひあのなんか車でうわーって危ないシーンがあったら窓を開けてですね、バカ野郎と言ってもらえると、まあ、クラクションと同じくらいの大きさだということらしいんで、はい、皆さん頑張っていただければと思います。じゃあマイクテストをしましょうか。マイクテスト100.4。ああなかなかいい記録でございますね。あのちょっとねこれ距離で結構変わったりするんで、今の感じで104だとちょっと敏感な感じがしますね。はい大丈夫なんです。マイクテスト105。あ、なかなかやかましい、マイクテストでございます。もうちょっと下げる。記録が伸びない。マイクテスト。104。100本。なるほど。104。ああ参考記録でございます。あの一応こう大きな声でね、あの大きな声で皆さんのためにお祈りするのがあのお仕事でございますのでね、なかなかこう大丈夫そうですかね。はい、では皆様あの結構ねこの騒音に敏感ですので、あのおわっという前はお静かにお願いします。107.6 です。これはいきなり大台で終わりました。素晴らしい記録です。昨年はよっぽど太く溜まっていたのかもしれません。さあ続いて参りましょう。マイクテスト105.8。これは伸びてまいりました。続きまして7番の方、はい、お願いします。さあしっかり今年1年分の物価を思い浮かべていただいて。バカ野郎103.8。続いて100超えてまいりました。